のドラゴンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。お待たせをいたしました。今シーズン初勝利、大野投手です。はい、ありがとうございます。まずはこの一勝を手にした今のお気持ちをお願いします。今シーズンの開幕投手からでチームとなかなか噛み合わなくて勝ちがつかなかった、で再調整もありましたし、もがき苦しんだと思いますけれども、嬉しさよりもほっとしました。いや、ね、次あかんかったらもうダメなんで、自分自身まだ一勝5敗なんで、一つ返していけるようにやっていかないと、はい、いけないです。今日のピッチングを振り返っていただきたいと思いますが、もう7回103球、今日上がる前はどんな気持ちでマウンドに上がって、そしてマウンドではどうだったんでしょうか。はい、もう後先考えずに、もう5回で降りても仕方ないと思って、もうそれぐらいの状態だったんで、はい、初回から思い切っていったのと、あと本当に試合前から頑張れ頑張れと、皆さんに応援してもらって、その気持ちを胸に思い切って投げました。マリンスタジアム、これだけの多くのドラゴンズファンが来た、でもう確実に後押しになりましたよね。そうですね、こんな自分にその頑張れと、ずっと声をかけてくださった本当に皆さんに本当に感謝です。さあ、大野さん、涙はもうここまでで、次からは笑って連勝をどんどん伸ばしていってください。そうですね、泣いてるのが本当に情けないんですけど、ここから返していくように頑張っていくので応援よろしくお願いします。見事今シーズン初勝利を果たしました中日ドラゴンズ大野投手でした。